イエスタ・ペーテルソンは、スウェーデンアリングソース出身の自転車競技選手。イエスタ・フォーグルムとも呼ばれ、また、他の3人の兄弟も自転車競技選手であり、フォーグルム4兄弟とも呼ばれた。イエスタ自身は長男である。1963年、イエスタ、ステューレ、エリックの3人で挑んだ、ロードレースのチームタイムトライアルのスウェーデン、国内選手権優勝。なお後に、このトリオで、 同大会同士僕7連覇を達成することになる。翌、1964年、東京オリンピックのロードチームタイムトライアルに出場することになった。しかし、同大会は4人編成のため、3兄弟に加え、スベン・ハムリンも加わることになったが、同メダル獲得。また同年の世界選手権自転車競技大会、個人ロードレースでは3位に入っている。百六十七年、 マッテーのトーマスも加わり、フォーグルム4兄弟で挑んだ、世界選手権自転車競技大会、100km、ロードチームタイムトライアルで、見事優勝。1968年の世界選手権同種目も、制した。同年のメキシコオリンピックにおいても4兄弟で挑み、金メダルの期待がかけられたが、ヨープズートメルク、レネパイネンラを要するオランダに敗れ金メダルとなった。 また、メキシコオリンピックでは、個人ロードレースにも出場し、銅メダルを獲得。1969年の世界選手権、チームタイムトライアルにおいて3連覇を達成。だが、4兄弟で挑んだ戦いはこの年が最後となった。この年、イエスタは、スウェーデン国内選手権、ロードレースの3冠も達成したが、これを契機にアマチュア選手として、ピリオドを打つことを決意。 1970年、フェッデッティチームと契約を結び、30歳で、プロ転校となった。プロ社年度の1970年のツールド・ロマンディで、総合優勝を果たしたほか、同年のツールド・フランスでも、総合3位と検討。1971年のジロでイタリアでは、第18ステージ終了後に、マリア・ローザを獲得するや、そのまま最後まで守り切って、総合優勝を果たした。 なお、2010年現在、グランツールにおいて、スウェーデン国籍選手が総合優勝を果たしたケースは、この一回限りである。この他の同年の主な実績として、パリニース総合2位、ミラーの3でも3位などがある。また、1974年のツールドスイスでは、総合2位となったが、同年を最後に現役を退いた。ありがとうございます。